さあ続いてはママテレ大人気コーナー我が子自慢のコーナーです。今日はですね素敵な動画たくさん届いてますよ。まずはですねココちゃんバーバさんからなんですが、コロナで結婚式が延期になりやっと式を挙げられることになったと。で指輪の交換でお孫さんのココミちゃんが登場したんですね。かわいいですね。みんなが見守る中無事に退学を務めまして、自分で拍手してねえ、リュックに何入ってるんだろう。かわいい。リュックであの風船がつながってるんじゃないかな。 あれがつながってるのか。でもかわいい。本当にこの、ね、新型コロナの影響で結婚式延期になったりね、中止になったりって方もたくさんいらっしゃったと思いますけれども、やっとみんなが揃ってこの幸せなシーンを見守ることができて、そしてココミちゃん大活躍と。いやー素敵ですね。ね、大変な時期があったからこそ、こうやってご家族、うん、そしてご友人の皆様との絆も深まります ね。本当ですね。あったかい映像でした。ありがとうございました。さあ続いては東亜ママさんです。赤ちゃんかな、6ヶ月の男の子ですということで、まあ、いろんな食材に挑戦してるんです。離乳食頑張ってる途中、初めてこれバナナ食べた時の、バナナこんな感じな、びっくり。うわこれなんだこれ、かわいい。甘いはずなんだけどな。一回この顔しますよね。赤ちゃんから食感、食感だから初めての ね、口の中に入ってくるもの食感だからね。でもやっぱりちょっと美味しいかもってにっこりなって、で口また開けてみたいなね。これたまらんね、みかちゃん。いやなんかもう本当今子供たちもこういう顔してほしいな、食べたらね。もうちょっと表現しなさいあなたたちって。たまにはあーんってしてあげたらいい。やっちゃう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 。いやいいな。ね、お孫さん楽しみね。楽しみ。ママもうこういう場面に早く触れたいですね。送ります。ぜひ投稿してください。さこばあばからですってなるね。さこママじゃなくてね。はい、ありがとうございました。さあ続いてはお写真なんですけれども、3人のばあばさんからです。生まれて3日目に娘が病院で撮った写真ですと。コロナ禍で一人で陣痛に苦しんで、お腹の赤ちゃんの心拍が弱って、その後帝王切開でようやく生まれました。一人ぼっちのお産で心細い思いをさせたけど、我慢強い娘になりました。最近は家事や子育て、自分の資格試験で忙しく、産後うつにもなりかけているので、サポートしたいと思います。ゆっくり行こうや。ということでね。え、生まれてすぐですかこれ。そうですよね。すごいしっかりした顔で、私もびっくりしました。ね、でもね、ママになってこの娘さんの表情、ね、一人で乗り越えたっていうちょっと自信も感じられるようなね、ね、ちょっと余裕が出て、まあでもね大変だと思いますし、もう資格試験にも挑戦してらっしゃるってことなんで、すごくあのチャレンジ精神というか、ね、頑張っていこうという方なんでしょうね。いや頑張ってる姿きっと赤ちゃんも見てますよね。本当ですね。でもこうやってこうサポートしていきたいっていうおばあちゃんがね、近くにいらして頑張っていこう、ゆっくり行こうやって言ってくださってる、本当に羨ましいな、幸せだなと思いますよね。さあこのようにたくさんの写真そして動画お待ちしております。我が子自慢の写真動画、ゆうめきアプリからママテレまでお送りください。採用された方にはママテレ特製のクオカードを差し上げます。たくさんのご応募お待ちしております。さあ幸せに入ってバタバタしてますので、まあ、お昼とかささっと済ませたいなっていう時に、でもやっぱり美味しいお弁当とかね、食べたいよね。あったかいお弁当いいですね。そうですね。ご紹介しましょう、はい、今回は宮崎市本郷北方にあります橋本弁当店です。お店の見た目も可愛らしいですよね。可愛らしい、にっこりマーク、にっこりマーク目立ちますが、美味しい笑顔をすべての人へをモットーにしているそうですよ。こちらのお弁当を食べてみんなに笑顔になってもらいたいというのが看板から伺えます。お弁当紹介していきます。スパイシーチキン南蛮。へー、ちょっとね、あのタルタルソースの色もいつもと本当だ見てるものと違いますよね。こちらなんですけれども、ちょっとピリ辛のタルタルソースになっていて、スパイシーさがまたご飯進みそうじゃないですか。美味しそう、食欲湧きそう、ねえ、お野菜もしっかり添えてあってバランスも良さそうです。そしてこちら、もうモリッとボリュームが出てきてますけれども、濃いのがいい、ね、いいですね、いろいろ入って
ってるのが嬉しい。エビタル弁当です。ご覧いただけますと分かりますように、魚のフライでしょ、ちくわの揚げ物、さらにエビフライが乗ってます。このソース美味しそう。タルタルが緑だよ。そう、そうなんですよ。今度緑でしょ。これですね、特製のタルタルで新鮮な野菜がたっぷり入っているということで、食欲そそりますね。緑のタルタルとか手作りで作らないな、ね、できないですよね。買えないんですよ。ありがたい、こういうお弁当がありがたい。じゃ、私です。急にカットインだね、ミカちゃん。びっくりしちゃった。いいです。ちょっとマメリンは2個だけ。うん、私もじゃあ後半受け付けます。お願いいたします。受付中ですね。美味しそうなお弁当。これ、うん、タコライス弁当なんです。あ、いいな。最近今お弁当屋さんでもいろいろタコライスって見かけますよ ね、うん、そうだね。こちらもですね、スパイシーなんですけれども、うん、子供ちゃんでも食べやすい味付けになってまして、こちらご飯がとっても進むんです。だから食べてみて進むかどうかは試してみてください。はい、分かりました。強くおすすめされました今。子供も食べられるっていうのは嬉しいですね。タコライス、やっぱ悩んじゃうよね。悩んじゃないからね、これは大丈夫。そしてまだ子供ちゃん、次もほら、ナポリタン弁当。今全国的にナポリタンブームだから。あ、本当に昔懐かしの味、ね、喫茶店を、ね、思い出すあの味ですが、うん、トマトソースがですね、よく絡んでまして、子供にも大人気のナポリタン、そして箸休めの卵焼き。ああ、これいいかも。これがこれいいな。すごい優しいんですって、うん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 、優しい味って何です？優しい味、うん、幸せ。そういうことなんだよ。榎木田さんすげえ。突然のクイズにも対応するのが生テレながら本当に。どうしよう、もう榎木田さんがいないと私生きない。さあ、他にもですね、オムライス弁当だったり、お子様弁当、ハンバーグ弁当などなど、びっくりすることに30種類以上があるんです、うん、多いね、多い。だから1ヶ月全然日替わりで食べれます。本当だね、飽きない。そして橋本さんすごいね。すごいんです。覚えてるんだね、全部の種類。あ、もう橋本さんぐらいなんじゃないですかね。覚えるの、すごいな。でもね、橋本さんこれだけじゃないんです。今年はですね、うん、大晦日のオードブルを予約受け付けてるということなんです。信用できますね、これ見たらね。橋本さんね、うん、だから一回皆さん橋本さんチェックしてみてください。わかりました、はい、橋本さんじゃないですか。橋本弁当店なのかな。しかも違う名前、ね、違うかもしれない。橋本さんでいいでしょう。どうしよう、橋本さんでいきましょう今日はね。はい、そんな感じで今を終えました。すごいコーナー中です、はい、今を終えたそうです。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも、お召し上がってみてください。さあ、今日はね、さこママから小掃除の勧めをいただきました。小掃除です、ね、毎日ちょっとずつ、もう気がついたらやっとけば、うん、焦らなくて済むんですよ。なんかね、私あの掃除道具をまずきちっと整理しようと思って、この間見たら水垢用っていうのが3つ出てきたんですよ。あ、水垢に対するこうなんていうのかな、克服しようっていう気持ちが違う、しまった場所忘れたらいいでしょ。そうとも言って切れなくて買ったんでしょ。あんなに言っていたのに。ほら、結構怒るじゃない。まあでも、こう掃除しとけば、うん、その時にこう一つ一つクリアしていけばいいですもんね。そう、そんなことなくなりますからね。そんなことなくなるね、うん、あのまとめてしようとすると疲れちゃう。疲れそうそう、続かない。もう体力がない、うん、ね。で、こう掃除で子供たちとかパパとか家族に手伝ってもらうっていいですよね。 あなたはこれ使ってね、うん、あなたはこれよって、うん、役割分担すればいいですよね。一気がありますね、うん。確かにそれ任された他のご家族も、うん、あ、これぐらいだったらやってやろうかなって思ってくれそうな気もしますよ。それは太一郎さんですか、今のやってやろうかなみたいな。いやそんなつもりはないです。はい、ぜひ今年はね、小掃除でこまめに分けていって、年末はちょっとゆっくりとね、美味しいもの食べながら足を伸ばしたいななんて思います。はい、ぜひ皆さんも活用してみてください。ではまたママテレ次回元気にお会いします。また次回です。さようなら。小掃除、細かくね。